はいじゃあそれでは続きまして第3章生産のオペレーション大きい数字の一番品質管理の意義こちらについて学習を始めていきますはいじゃあそれではこちらホワイトボードよろしいでしょうか はいじゃあそれではですね皆さんお手元テキスト開いてください今回のテキスト該当ページはこちらお手元82ページとなりますこちらよろしいでしょうかじゃあ早速ですね皆さん82ページ見てください今回大きなテーマが品質管理ですさあ皆さん品質管理という言葉は今回こちらの内容が初めてではないですよね さ今までどこかで学習した記憶があると思うんですがさどこで学習しましたこれちょっと思い出してみてくださいヒントはですねこちらホワイトボードに書いてある QCD ですさあいかがでしょうかテキスト戻っていただいても構いませんよさあじゃあそれではですねちょっと戻っていきましょう一緒にねテキスト戻ってきまして10ページ見てくださいお手元テキスト10ページでさ QCD ときたらこの言葉思い出してくださいもう一度ですね生産の第一次管理この言葉大事でしたよねでその中の9こちら品質管理ちょっと内容を見てください表の中見ていきましょう内容社会や市場の要求を積極的に調査検討しこれに合致する製品品質を計画し 顧客に対してこの品質を保証するための管理活動、まあこれ有名な先生がまとめた定義の一つになりますね。でこちらをまず内容を思い出していただいて、狙い右側もう一度見てください。こちらですね。不良減少、品質の均一化、あとは加工精度の向上、これを狙いとしてます。でそれが何かというと一次管理、第一次管理の品質管理と。 と,いうところになりますでその今回は主役はこちらの一次管理第一次管理の Q、ね「Q」が主役になりましてさあそれではですねもうちょっと細かく学習していくためにページ先ほどのページの82ページちょっと見てください。で今回のテーマはこちらです、Q、がままあ、テーマとというか主役となります。 さあこの9の内容について定義歴史的な変遷を少し考えていきますとまずテキスト見てください。1981年の定義によるとさあいきましょう品質管理は買い手の要求にあった品質の品物またはサービスをと書いてありますね経済的に作り出すための手段の体系ちょっと手段の部分強くマーカー引いてください。手段大事ですですそれが 今要は「クオリティコントロール」ということがあるというふうにまあ略称されるわけですね当時は。ですから今まではこの「Q」についてまず定義を考えていくと「QC」でしたとそれが「QM」という形でこの「クオリティ品質管理」の定義が変わってきました。変わってきたというよりは こちらが狭い定義になりまして拡大定義要は大きいまあ拡張の角と書かせていただきますこちら大きく広がりを持ってきましたよというようなイメージを持っていただいた方がいいかなと思いますさあ定義続いていきましょう今度1994年の定義ですこちら見てください QM としてはい、クオリティ今度はコントロールじゃなくてこちら マネジメントと、ね、マネジメントっていう方が範囲広いですよね。でそして見ていきましょう品質方針目標ここ重要ですね強くマーク引いてください品質方針目標および責任を定め、はい、責任もマーカー引いといてくださいさあこれはどちらかというと工場レベル、ね、工場とか現場レベルだけじゃなくてトップマネジメントといったところにまで影響してきますね。 だから階層別に言うと階層が上の方になってきているという風に考えていただいてもいいと思いますさあそしてマーカーを引きながら進めていきます定めそれらを品質システムの中で品質計画品質管理手法品質保証及び品質改善などによって実施するはいここ強くマーカーを引いてください全般的な経営機能の全ての活動というふうにかなり範囲が 広くなってますだからなんとなく今までのクオリティコントロール QC は昔の定義はなんか現場レベルのお話だったのがこちら経営機能のところまで要はトップマネジメントのところまで広がってきましたよとまあその内容じゃあその QC ってそもそもどうなっちゃったんですか ね、今までの定義だった QC はこうなってます。はい、競技の品質管理狭くします。ね、狭くします。そしてマーカー行きましょう。品質要求事項を満たすために用いられるって書いてありますね。実施技能および活動、実施技能および活動。まあこの辺が先ほど強くマーカー引いていただいた81年の定義の手段の体系に近いんじゃないかなと思いますね。こちら実施技能および活動というところになります。だから。 狭い定義になってきましてマネジメントレベルまで広くなりましたよというのが、まあ、この昨今のこの歴史の流れの中で特に品質管理では大きく変わった部分とインプットしてくださいじゃあ目的いきましょう次の括弧の2を見てくださいじゃあなぜ品質管理これを行うんですかというこちらの目的というところが次の内容の「 2の内容になってきますすさあ目的でで読んでいきますねまねずは ①、はい、不良を防止そうですね先ほどの一時管理のところにもありますよね不良減少ってあったじゃないですか資格の中にそれと同じように不良を防止することで顧客に対して品質を保証しかつ品質の不漁、ね、ご,ごめんなさい不具合に伴うコストを下げるこれどういうことかと。 リコールなんてことがよく自動車業界であるじゃないですかそうすると品質の不具合に伴うコストこれものすごくかかりますだからしっかりとこの Q, Q の部分品質管理をしておけばリコールが減ればそこにかかるコストもものすごく減りますよとそのコストっていうのは例えば何か修理をするとか あの車を回収するコストだけじゃなくてもっと広く考えていくとどういうコストがあるのかっていいますと例えばブランドがすすするるななんてところもああじゃないですかありますよね例えば自動車リコールしているところまあよくリコールされる自動車会社さんは「ああそこまたか」とね またリコールかというイメージがあるっていうことはなんか故障しやすい車なんだななんてね我々消費者は思ってしまうかもしれないですからそこはしっかりとやっぱり経営機能のところに大きく拡張されてきてますよっていうのがなんとなくお分かりいただけたかなと思いますはいじゃあ続いていきますよ。 現場レベルで考えていきますとまあ山口さんねすごくこう遅くてミスが多いです。ね。ちくまさん速くてミスがないです。ね。その作業者2人がいた時にチグハグで山口さんのところは遅いちくまさんは速いっていうとまあライン全体のスピードのバランスがうまくいきませんよね。ですからここ何かっていうとばらつきを少なくすることによってまあスムーズにこうねあの工程プロセスを流すことができますよとこういったところにもつながるんじゃないかなと思います。 で続いていきましょう続いてのところ、はい、作業の不具合をなくすとともに効率を図り2と関連していきますね効率を図ってかつ顧客に対して品相性をすること1と2にかかって3が出てくるようなイメージかなといったところで見て取れるんじゃないかなとそしていきましょう。丸4 はい品質クレーム情報を元に有効な改良を行い使用品質を高めることさあ出てきましたマーカー引いてください使用品質次の隣の83ページのこちら C のところになってます C のところね C のところに使用品質ってあります上のところ見てください83ページですねで使用品質を高めるここ大事ですまあ例えばあのスマホのアプリでも初めて出た時にバグがあったりしますよね でしっかりと改良していくとなんか評価上がったりするじゃないですかまあそんな形で考えていただいてもいいかなとでより良くしていきましょうと言ったところまあ、この辺が品質管理を行う目的として過去の試験にも出てきているところなんで一応目を通していただきたいとさあ続いていきますよどんどん大事になってきます続いて内容が括弧の3じゃあ品質ってそもそも何ですか もちろん実数の定義で品質管理書いてありますが「品質って何ですか?」っていうとまず一つ目「一品質特性」と「代用特性」という言葉が書いてあります。さあそこを見ていきますじゃあその中で上からまずこの「一は読んでいただくとしてマーカーのポイントいきましょう2行目このの次はいこの次ですねはい品質を構成する要素を「品質特性」といい。 って書いてありますね品質特性を数量値化例えば五とか十とか二十とか数量値化したものを品質特性値というここまでマーカーをまず引いていてください非常に重要ですで次ここからもう読んでいただく程度で結構です品質の程度を決めるということは品質特性値を決めることであるまあ何のことやらでも結構ですここからもう軽く読んでいただいてその次マーカー引いていきましょう 品質特性は真の特性と代用特性さあこの2つですよこの関係しっかりとつかんでおいてください重要ですマーカーですね分けられ顧客の要求する品質特性はこちらね真の特性の代用として使われるここマーカー引いてください代用特性で表されることが多い ちょっとこう抽象的で分かりにくいですねただマーカー引いておいてください。はいでここ強く引いてくださいじゃあこの9品質管理の中でははい均一管理ではマーカー強く引いてくださいねこの代用特性を代用特性を対象に管理する。だから 品質管理って言ったら代用特性の管理って言ってもまあ過言じゃないっす言ちょっと言い過ぎなんですけどまあ一応ここがメインになりますよということをインプットしておいてくださいここすごく大事ですじゃあこれどういうことなんですかちょっと抽象的な言葉なので具体的な言葉ねちょっと置き換えながら進めていきますとさあこれ青色のマーカーですねホワイトボードマーカー私もよく使いますじゃあなんでこれに行き着いたのかっていうとこれ中耳。 でまあペンテルさんのものです別にペンテルの回しもんじゃないんですけど使っていくうちにまあすごく使いやすいとじゃあなぜ使いやすいのかっていうとまず一つ持ちやすい手に持ちやすいもうちょっと太いマーカーだとちょっと持ちにくかったりで持ちやすいあとは文字が中字なのでどうでしょう太いとこう潰れちゃったりですね書いていくうちに結構インクが強く出ちゃって消しにくかったりとかもろもろあるわけですまあすごくマニアックな講師のこだわりだと思ってくださいででその中でまずはじゃあ こちらホワイトボーーードマーカーで私はいろんな主観がありますけどじゃあこれの品質の良し悪しってまあどういうふうに判断すればいいのかいいよねなんて言ったってそれは私はそうだけど皆さんにとっては分からないことですねいいということが良し悪しじゃあそれを判断するためにまずさあ真の特性って何でしょうこちら真の特性今私が申し上げたように使いやすい要は握りやすいってことは使いやすいだからまず真の特性は 使いやすいととちょっと青で書きますねすねごく使いやすいですよじゃあもう一つまあ私も書いてパッと見やすいとかねホワイトボードだとホワイトボードマーカーだとそうですねマーカーが見にくいだとちょっときついですね文字が潰れちゃったり濃すぎたりとかですからじゃあ使いやすい見やすいっていうのを代わりに真の特性としましょう。 ただ今じゃあ真の特性を考えてこれすごい使いやすいんですよと言って皆さんに伝わるかっていうと何となく伝わるんですけどどうう使いいいいいやすいのというところがなななかかかりにくいじゃないですかでですすよねですからここで考えないといけないのは物を作る観点だとどう使いやすいのかさあじゃあ作る視点から考えていきますとどのようなホワイトボードマーカーなら使いやすいのかどのようなホワイトボードマーカー作ればいいのみたいな。 でそしてどのようなホワイトボードマーカーが見やすいのかっていうのを私の主観じゃなくて皆さんも含めた作り手側工場全員の客観として認識しなきゃいけないですねものづくりを。そうしないとみんなが同じものを作るっていうのはなかなか難しいだからどういうふうに考えていくのかっていうとこの使いやすい見やすいっていうところを掘り下げていくわけですよ。こう何かっていうと使いやすい見やすいこの要因がありますね。ここの 要因というものを掘り下げていくことがものすごく大事になりますここですこれがものづくりで大事になってくる 特に品質管理、ね、作りやすい見やすいというのはどういうことなんだろうという形でいろいろとこう紐づいてくる要因をどん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 こうね落とし込んでいくというかまあ深掘りしていくするとじゃあどうなのか例えば出てくるのが使いやすいためには何かを決めなきゃいけない。 さあ今持ちやすいって言いますね持ちやすいってうか使いやすいってことは持ちやすいって言ったところにつながります講師としてはパッと持ちやすいそれは何かっていうと持ち手の寸法というのが大きいのかなとそうですねここの持ち手の寸法はものすごく大きいです持ちやすさにこうペンで これが私がもっと手の大きい人もしくはもっと小さい人ならば違ったかもしれないんですけどおおよそまあ中小企業診断士の教壇に立つ人はみんなこの大きさが持ちやすいと思って各講師握ってもらっててももら選んだものです。ですからまずは持ち手の寸法これありますよね。じゃあ見やすいってどういうところですかね太すぎず細すぎずっていうことはペン先の寸法ここになりますね。 さあどんどんんん落としし込んできました、まあ、いろんな要素がたくさんありますが見やすいのはペン先の寸法っていうのが大きく影響するだろうで持ちやすいあごめんなさい使いやすいっていうことは持ち手のこの寸法が大きく影響するだろうさあそれが何かっていうとそこを考えていくわけです大王特殊でだけどこれでもまだまだ抽象的ですよね。じゃあどう,いう,ふうに考えたらいいのかって言ったらじゃあこれはこの丸くなってますこの周の周りね。 円っていうかねこの丸くなってますからこの周りがぐるっと回るとそうですね5センチ5センチというのが持ちやすいじゃあ持ち手としてははい5センチが持ちやすいといろいろ持ってもらって実験すると5センチが持ちやすいですよとじゃああのペン先の寸法はというとそうですね どうでしょう。まあこれなかなか難しいですね。ペン先の寸法は例えばまあ1センチないわけですから、まあ5ミリぐらいがいいとか、まあ5ミリじゃないですね。5ミリより太いですね。ね。ですからまあだいたい7ミリぐらいがいいと。7ミリぐらいが7ミリが見やすいと。見やすいと。こうくる。するとさ、あどういうものを作るかというね。 認識を客観的に進めていくと5センチとか7ミリと言っていけばこれ誰が作ってもじゃあこれを作ればいいのかなという話になりますよね。それが何かというと代用特性値値です値で、これまあ品質特性値というふうに考えていただいてもいいです。値さあ来ました。そこがこがのの一連の流れで 皆さんインプット今マーカー引いていただいたところだから代用特性を対象に持ち持ち手の寸法ってどうなんだといったところを考えていくじゃあそれが最適なのはどうなのかといったところで値を与えるから値なんとか値というふうな言葉になりますここよろしいでしょうかま非常に重要なのでゆっくり皆さんと考えていきたいと思うんですがまずそこですでこれを ちゃんと数字化するっていうことはどこに反映することができるのかっていうとこれをこちら製造工程に反映するまあ生産工程でも同いですね製造工程に反映とやっとここで製造が来るんですよ製造工程さあこの大きさのものを作ってねと。 いいう風に反映していく次のバトンタッチですからここはまあどちらかというと設計とかそういった話になってくるとね、まあ、そんなところがまず大きいポイントで今ちょうどマーカーを引いていただいた内容になります真の使いいいやすすさななかなか難しい定義ですねはい、じゃあ続いてまた見ていきますと今度何かといったところになるんですが今度はここはい。 経営と品質といったところが出てきます経営と品質今ここまで内容についてはいきましたじゃあそこでもう一つ出てくるのはさあ決まりました数値が決まるっていうことは設計をするこれ考えていきましょうねこの5センチでという設計をしていきましょうねという話になってきますさあこの中で皆さんが見ていただきたいのはこちらまず A のところの設計 経営品質見てくださいさいここまで来ましたよ。センチとか大きさが決まってきたら今度は製品サービスの製造提供の目的として狙った品質である。でマーカーのポイントは狙いの品質ともいうここマーカー引いといてください。狙い。狙いということはその5センチね5センチねここにしていきたいというふうに設計をします。はいじゃあちょょっと上に書きましょう5センチですがちょっと設計うまくいかなくて。 10センチのものを作っちゃったよはい。さあ、10センチのものを作ったら、ちょっとやっぱり太すぎて持ちにくくなるんですね、ペンが。太すぎて持ちにくいっていうこと、これどういうことなのか。狙いの品質がうまくないわけです。こちら、設計品質がこれイマイチですよねと。だから10センチの場合にはここ三角なんです。 だから持ちにくいペンってじゃあ何が悪いのって言ったらここ設計品質がダメですよと言ったところここがまず一つ狙いの品質設計品質で設計間違っちゃうとあと全部ずれちゃいますよねじゃあ続いていきましょう B の製造品質さここは出来栄えの品質あとは 適合の品質とも言うとここまずしっかりと皆さんマーカーを引いておいてください出来栄えとか適合って言いますよろしいでしょうか出来栄えとか適合ですねこちらちゃんとマーカーを引いておいてくださいじゃあなぜ適合なのか適合っていうところ強く引いておいて何に適合するんですか言った話になりますさあ1 0ンチのものをまず設計してしまうとまあ設計品質が低いとだからこれ設計品質が 低いとこう言われますじゃあ設計品質は高かった5センチで作ったよとね5センチで作ったんだけど1 0センチになっちゃったとね5センチで設計したんだけどじゃあ作ってしまったら1 0センチのものになってしまったとなんか大きく作りすぎちゃったよというとここでは。 この製造品質が低いという形で考えますさ製造品質が低いとこれ何のことを言ってるんですかっていうとどこでうまくいってないのかっていうのをこの3つ 3つのステップでちゃんと分析してうまくいってないところを改善していくそれが実は二次試験の事例ではものすごく大事になりますさあ今申し遅れましたが経営と品質のところの二のところに二次マークこちら二次にすごく関連していきますさあ二次マークをつけておいてくださいじゃあここで5センチでまあ作らなきゃいけないものを1 0ンチ だけどこれなかなかか難しいんですよ製造の品質において例えばじゃあ5ンチぴったりで完璧に作れるのかっていうと例えばセンチになっっっっっちちゃゃたたりりセンチにななてことはしますなぜならば例えばこれプラスチックじゃないですかこちらプラスチックプラスチックっていうことはこれ何かっていうと熱で加工するんですね溶かしたもの熱で加工したりするとやっぱりこの温度まあ部屋全体の温度とかその時の溶かした温度とかあとはその熱した時間 によって結構あの膨張したりして誤差が生じますでこの誤差が大事で実際には完璧なものなんて出ませんだから適合ってありますね適合っていうのは何かに合うすなわち誤差の範囲内に収める誤差の範囲内っておかしいんですけど許容される誤差っていうのが大事になってきますですから例えばこのまあ例えばね5センチはちょっと まあ1 0ンチになるっていうのはさすがにダメなんだけどじゃあ5センチ以外だったら例えば5.1から4.9ならば OK と仮に OK としますね。これが何かっていうと許容される誤差ななわけなんですよこ,ちらでこれが実際に皆さん考えなきゃいけない許容誤差。許容ってこういう字書きます。 これの範囲内にちゃんと着地するかでででききるかあ着地できるかなないかが大事なわけですこれはもう仕方がないです熱のものはこれだってお何ミリかは絶対違うはずですかね実際にまあそんな形で考えてくださいだから誤差は出るけどじゃあどこまでが許容なのかっていうのを考えてその中で安定してちょっと安定って言葉書いてお,りましょうおきましょう。安定して 製造していくこの範囲内でああ落っこっちゃったねすいませんえっとじゃあこちらグリーンにしましょう安定して製造していくこれがものすごく大事になりますさあでここまでまず学習しましたそしたら今度は、はい、使用品質いきましょうこちらこれ全部読んでください消費者の使用中に故障等が発生したならば速やかに処置を行い消費者の期待通りの状態にを維持することが維持することに努めるサービス行為である。 って書いてありますで品品質質、はいマーカーサーカサビスの品質とも言うとここまでマーカーカ引いておいてくださいでこれはじゃあどういうことで起きるのかと使用品質でのはどういうことで起きるのかって言いますと例えばマーカーが壊れたなんかこうペン開けて書こうと思ったら芯が抜けてインクがドバンと出ちゃったとこれ不良品じゃないかと言った時にまあ安いものだったら交換してくれますね無料でまあ、そうすればあたまにはまあ不良品あるよねって言ったところにもなるかなとただし 大きいものとかそういったものだったらどうするかっていうと例えば品質保証があってその間だったらちゃんとあの保証でしっかりと無料で何度でも修理しますよとそうするとどうなのかっていうと使用品質消費者の安心ここにつながるわけです。 でその安心っていうのは何かっていうと保証があるわけですね保証保証っていうのがこの中で出てきますよとだからこの期待通りに維持すること状態維持することっていうことは品質品質保証というところにつながっていくちょっと上に書かせてくださいちょっとスペースないんでね品質の保証をしていきますといったところですはいまあそこも全部合わせてそこも全部合わせてこれは何かっていうと品質ですさあ 例えば二次試験でじゃあどういう切り口で出るのかっていうと C 社ではねあの品質が悪いとこれが本質的な本質的なまあ原因だとしますさあここに書きましょうこの3つ二次のところねちょっとこちら書かせてください C 社 C 社では品質が悪いことが判明したと、まあ、ちょっとベタな問題なんですけどね悪いと。 じゃあこれを考える時に、まあ、悪いから品質を改善しろだと2次の事例ではなかなか点数が取れないじゃあどうやったら取れるのかと言いますとまあ皆さんテキストのこの3つの切り口です今ちょうど ABC って出た3つの切り口でじゃあ3つのどの品質が悪いのかさあここで考えなきゃいけないのは3つのどの品質ですか どのの品質質が本質的ななこの原因なんですかはい設計なのか製造なのか仕様なのかいやそしたら分かりましたとんかメーカーでは自信があるんだけどかなり。 なななかなかこうアフフターーォローができてないとだから消費者は買った人が壊れた時にすごくクレームが、ね、拡散しちゃってるなんてことがあるかもしれないじゃあそれは何かっていうとこちらの中で原因この使用品質の部分でアフターフォローをしっかり、ね、できる体制を整えていきましょうなんて改善案を出していくわけですだからここで原因を突き止めてそれが改善の方向性へと導かれていくと。 そんな形で二次の事例をぜひ考えていただきたいよろしいでしょうかね。これもこの切り口は出てもおかしくないところでありますさあそこをまず大きな概念として捉えていただいてそれから四番目品質展開と言ったところですねで、こちらの表をちょっとね一緒に見ながら考えていかないとちょっと難しいところでありますので先にマーカーだけ引いていきましょうマーカーだけさあいきますよ品質展開とははい 八十三ページの括弧4マーカー引いてくださいここですはい要求品質を品質特性に変換し製品の設計品質を定めね定めいきますよ各機能部品個々の構成部品の品質および工程の要素に展開する方法ここちょっとマーカー引いておいてください であと皆さん読んでいただいていきましょうこの部分ですねえっと、今マーカー引いていただいたところから1,2,3,4,5,6,7,8行目下見てください品質機能展開はさマーカーですね品質機能展開は 各種展開表を二元表として組み合わせた品質表を作成しこの連鎖を用いて品質の検討をするさあ品質の検討をする強くマーカーを引いてくださいでもう一つはい二元表ね二元表強くマーカーを引いてくださいでそして次の行品質表は要求品質展開表と品質特性展開表 との二元表,二元表強くくマーカーカ引いいてくださいによって企画品質を設定して重点を置くべき要求品質を定めこれを実現するための品質特性を明確にし 設計のごめんなさい製品の設計品質を定めることを目的とした二元表であるここマーカー引いといてくださいここまでずっとですねはいよろしいでしょうかでこの部分がまずベースでじゃあこのまあ表がよく出てくるんですこれって何なんですかとちょっとホワイトボード切り替えて説明を進めていきたいと思いますじゃあちょっとこちらのもう結構書きすぎてしまったんでしっかりと写してくださいよろしくお願いします はいじゃあそれでは続きまして品質展開こちらについて講義を進めていきますはいじゃあそれではこちらホワイトボードよろしいでしょうかはいじゃあそれではですね皆さんお手元先ほどマーカー引いていただきました83ページですねこちら開いてください83ページの括弧の4番目 品質展開こちらの三段落目皆さん見てくださいこちらマーカー引いたポイントですねでマーカー引いたポイントは少し抽象的な内容ですので理解をグッと深めるためにまあこちらホワイトボードをご用意しましたで一緒にですねホワイトボードを見ながら理解を深めていきたいと思いますはいじゃあそれではですねまずマーカーのポイントを読みながらホワイトボードと照らし合わせて内容を確認していきましょう じゃあいきますよマーカーのポイント3段落品質機能展開は各種展開表を二元表として組み合わせた品質表を作成しこの連鎖を用いて品質の検討をするはいこちらの表を見ていただきますとあ二元表になってるなぁといったところは皆さん認識していただいたかなと思います。 でそしして次の段落いきましょう品質表はこちらね品質表は見ていきますと要求品質展開表縦軸そしてまあこちらですね品質特性展開表はい横軸ねこちらの二元表によって、まあ、二元表ですね二元表によって次いきましょう。企画品質を 設定して重点を置くべき要求品質を定めこれを実現するための品質特性をちゃんと明確にするですからこちらありますね要求品質を明確にし実現するための品質特性を明確こちらよろしいですね明確にしね 要求品質を定め要求品質を定めですね定め明確にしよろしいですかそして続いて製品の設計品質を定めることを目的これ目的です二元表であるここよろしいですかじゃあ縦軸はどういうふうに決めていくんですかといっ,ったところでその2行下見てくださいはいマーカー引いていきましょう 市場調査などによって得られた要求品質の全体を把握市場調査マーケットですねでそこで得られたのは例えば先ほどちょっと紹介した使いやすいとか見やすいとかまあそんなイメージで考えてくださいで読んでいきますとその構造化を行ったものが縦軸の要求品質展開表ここマーカーずっと引いてくださいねでまた 神話図法によってこれテキスト87ページちょっと後ろ見てください87ページこちら気になる方は先に読んどいてくださいねでこれによってグルーピングされた結果を使い品質特性よろしいですか品質特性を系統表示したもの表示してますよねしたものを品質特性展開表こちら横軸ですね と,曜日といいううふうに書いてありますですからまず縦軸と横軸がまあどのように導き出されていてそれがどういう関係性を持っているのかまずはこちらの表でしっかりと理解していただければ回答できると思いますのでもしだけだとね少し抽象的すぎますからまずこちらの表でしっかりと理解してください。じゃあいきますよ。見見方なんですすすが使いやすい見やすいやや 先ほどですね簡単に挙げましたじゃあ皆さんから見て使いやすいって何ですかというところを考えていきますとこちら適度な太さそうですねホワイトボードマーカーの適度な太さっていうのが必要じゃあ適度な太さっていうのはまあこの横軸から見ると何が一番影響するのかと言いますとそれはこちら持ち手の寸法ですね。 セセンチなのか10センチチななののかかによっってて大ききく変わってきますですから適度な太さ持ち手の寸法これ大事もちろんペン先もそうなんですけど、まあ、これは丸かなといったところでそしていきましょう軽い軽いっていうのはもちろん寸法によっても軽さを感じるかもしれないんですけど他何があるかなというと質量ですね本体の質量そのもので重いとか軽いっていうのが決まってきますよねといったところですから 使いやすいっていうのは二次的に見るとこういう形で分類されますでそしていきましょう見やすい色が濃いそうですね色が濃いとくっきり見やすいという形になりますので見やすいっていうことは色が濃いじゃあこれはどうなのかというともちろん塗料の色ですね塗料の色じゃない塗料の量ですね量量は何かっていうと黒のインクの量がたっぷりあるということはそれだけね こうかすれないという形になりますから濃くはっきり見えますとで太くかけるっていうのは何ですかっていうともちろんペン先が5ミリより9ミリとか7ミリの方がそれはインクがたくさん出てくるねこう設置面積が広いわけですからそうするとペン先の寸法これが二重丸ですよねとこんな風に見ていただければと思います。 はい、まあ、これはもう一例ですので、まあ、企業さんによってはさまざまな形で作られるわけなんですが、まあ、皆さんはですねまずこちら大きい括弧の4番目まあ大きくないですかね普通の括弧の4番目のこちら品質展開をですね読んでいただくときに今の紹介した表をですねしっかり思い浮かべて、まあ、もし選択肢に出た場合には消去法なりで回答を進めていただければと思います。 はい、まあ、こちらの内容ですね、まあ、平成28年にもちょっと出てきた内容ですので、まあ、表をしっかり書いて皆さんと一緒に理解を進めていきましたはいじゃあここまでがちょうど大きい数字の1番の品質管理の意義というところで今からホワイトボードを切り替えまして続きまして大きい数字の2番手法こちらについいいいいてて進めていきたいと思いますはい、じゃあそれではですねこちら皆さんしっかりとホワイトボードを写してくださいよろしくお願いします